商店温泉は、熊本県玉名市天水町商店に位置する温泉である。漱石が、我が墓と題して描いた、商店温泉からの前岳墓所の眺め。夏目漱石の小説、草枕の舞台、名古屋温泉のモデルとして知られる。1896年から、熊本市の第五高等学校の英語教師として務めていた、漱石は、翌年暮れ、 当時熊本市街から最も近い温泉であったこの地で正月にかけて数日間保養した。後に漱石はロンドン留学中、友人にあてて日本に帰ったならば、また日本流の旅行をしてみたい。商店行きなど思い出すよと記している。自由民権運動家で第一回衆議院議員を務めた前田隆の故郷であり、彼を慕って、 中江町民などの思想家、活動家たちが訪れたとされ、またカカシの娘が孫文を支援した宮崎東天に嫁いだ縁もあって、中国人の民主活動家も多く登竜し、日本における中国革命の拠点の一つだった。かつては島原湾に接していたが、明治期以降に付近の海岸の干拓が進んだため海岸線から遠くなった。 明治期には5から6軒の温泉宿があったとされるが、現在ある温泉施設は2軒。前田隆市の別邸として建築されたもので、温泉宿としての営業も行っていた。明治30年に夏目漱石が登留。記録には残っていないが、漱石はその後も複数回訪れていると言われている。現在は温泉営業は行っていないが、一部を除き一般、公開されている。 草枕の作中に温泉旅館の主として登場する、しほたやは前田家がモデルであり、ヒロイン、ナミは、カカシの娘、タクが、ナミの父親である隠居は、カカシがそれぞれモデルである。なお、タクの妹、父は、宮崎当店の妻となった人で、柳原百蓮と駆け落ちして、世間を騒がせたことで知られる、宮崎龍介の母にあたる。商店温泉バス停。 ありがとうございます。